皆さんこんにちは、花です。先日私のスキンケアの方法や使っている商品などを見てみたいというリクエストがあったので、今日早速やってみたいと思います。私のスキンケアは基本朝と夜で全く別のものを使っているので、ちょっと多くなっちゃうと思うんですけど、よかったら見ててください。ではまず朝の方のスキンケアから始めていきたいと思います。まず洗顔もちろんするんですけど、洗顔に使っているのはこちら、こちらはイプサで買いました。イプサの、ちょっと待ってくださいね、違った、イプサの出てこない、クレンジングマリンケイクという石鹸です。で、潤いを守りながら皮脂や毛穴の汚れをしっかり取り除いてくれて、すごい泡がの密度が高くて、もっこもこの綺麗な泡ができるんですね。なので肌に負担をかけることなく洗顔ができる商品だと思います。で、それをしたらこちら、これドラッグストアでも売ってると思います。肌のみのノーミストという化粧水、コラーゲンミストですね。で、ミスト状になってるので、これを顔を拭いたらすぐ顔全体にバーって塗って、とりあえず拭いてからスキンケアの間までのわずかな時間で乾燥をしないようにこれで防止をしています。で、結構大容量ですごい持つし、ドラッグストアで買える結構プチプラの商品なので、なんだろう、惜しみなく使えるというか、冬とかは体が乾燥しないようにボディにバーってこうやってやっちゃったりもしてます。で、これをしてから、まあ、いろいろちょっと髪上げたりとかして、で、早速スキンケアに移るんですけど、朝はとにかく時間がないし、あんまりいろいろするのもめんどくさいしっていうので、私は本当に手軽にできるものとしてこちらを使っています。こちらはイプサの、なんだっけ、これモイストライザーじゃない、メタボライザー、メタボライザーのモイストホワイトの、私は2番を使っています。で、これはもう化粧水、乳液、美容液、これ1本になっているので、これを専用の、こちらもイプサのコットンに3プッシュ取って顔全体になじませてからパッティングしています。で、これだけでも全然もちろんいいんですけれども、私の場合はそれにプラスしてこちら、また同じですライン使いしているので、イプサのザ・タイムリセットエッセンスという美容液をこの上から、私は2-3プッシュぐらい手に取って手になじませてから肌につけてます。そうすることによって肌のバリアができて、水分とか油分が逃げにくいお肌にしてくれます。それが朝ですね。朝は本当にとことんシンプルにスキンケアやってます。そっちの方が、私はメイクが大好きなのでメイクにも時間かけられるしっていうので、そうしてます。で、次は夜ですね。夜はまず、あ、違いました、すいませんで、そうしてからこれです、アイクリーム。アイクリームはポーランド・ジョーのトリートメントアイジェル、ジェルコントールです。なんちゃらかんちゃらっていうのをとりあえず使ってます。で、これは目の血行を良くして、なんだろう、クマとかを防いでくれる朝専用のアイクリームです。で、結構夜更かしとかしてクマできちゃったりとか、私結構まばたきの数が多いみたい で結構ここがくすんできちゃったりするんですね。なので、そういうのを防ぐためにも朝は血行を良くするこちらのジェルを使ってます。で、本当にこれで朝のスキンケア終わりです。次は夜。夜はまずメイク、クレンジングを必ずしてます。で、もちろん私は目元と肌では別々のものを使っています。目元の方がやはり皮膚が薄くて弱いので、その分専用のリブンバで落としてあげた方が肌にも負担かからないのでいいかなって思ってます。私が使ってるのはこちら、こちらドラッグストアの製品ですね。ジュレアアイメイクリムーバージェリー部分用クレンジングです。で、なんかアイメイクリムーバーって結構コットンに出してなじませてから
スルンって取るのが多いと思うんですけど、やはりそれだと結構ウォータープルーフのマスカラ私頑固にガン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 塗るので取れにくいんですね。だから結局綿棒を使って取ることになっちゃったりとかっていうのがあって、それは本当にめんどくさいし、なんかね、一刻も早くお風呂入りたいのにそんなことしてるの本当に嫌なので、これを使ってます。これはジェル状なので適量を指にとってくる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 なじませるだけでウォータープルーフのマスカラとかストンって取れてくれるのでとってもありがたいです。でこれをアイメイクのリムーバーで使ってるんですけど、その後にフェイスのリムーバーをするときに混ざっちゃうのがすごい嫌なので一回これ落としてます。で落とすときはもうコットンに先ほども紹介したこちらのミストを結構なじませて、あの摩擦をできるだけ軽減させた上でスーって落としてます。でそれがアイメイクリムーバーで、これドラッグストアの商品なのにすごいおすすめなのでぜひ皆さんも買ってみてください。まあ、そんなことはともかく、その上でクレンジングですね。でクレンジングはこちらを使ってます。3のジェントルクレンジングオイルの私はエンリッチドという結構保湿メインの方を使ってます。で3のクレンジングオイル何がすごいかって、クレンジングオイルって普通なんか肌のに必要な油まで取っちゃうとか水分まで奪ってしまうとかってよく聞くと思うんですけど、3のクレンジングは全くそういうことがないみたいなんですね。なので必要な汚れ必要な油だけ取って欲しいものはどん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 残してくれる、むしろこちらは保湿タイプのものなのでむしろ入れてくれるっていうすっごいクレンジング で私とかみたいにメイクが大好きでいろんな製品使ってもどん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 メイクが濃くなっちゃう人でも、これやっぱりオイルなのでもうサッと取れちゃうし、最近はないんですけどそのアイメイクのマスカラの取り落としとかもちょっと余ったオイルでサッとやれば取れちゃうので本当におすすめです。3のオイルクレンジングはもうどんな雑誌とかでも取り上げられてて、いろんなブロガーさんも紹介してるぐらいなので、もしクレンジングお探しの方でがっつりメイクしてるからがっつり落としたいって方はこちらオイルクレンジング使ってみてください。でお風呂に入ったらもちろん先ほどと同じソープはこれイプサのを使ってます。で2日に1回だけ私は手のクレンジングじゃなくてこちらを使ってます。クラリソニックミアといって、なんだろうこれ見せた方が多分早いと思う、なんかちょっと毛が今おかしいんですけど、オンすると全然見えないと思うんですけど振動が起こるんですね。でそれで肌の汚れを奥まで取ってくれるっていう、でも全然当ててもくすぐったいだけ痛くないんです。で肌に全然負担がかからないのでこれでしっかりと汚れを落としてます。特に私はお鼻の黒ずみが気になるので鼻を中心にやってたらすっごい黒ずみが綺麗になりました。でこれは今ずっと使い続けてたんですけど1分間で止まるので約1分を目安に顔全体をやるといいです。で特に今の時期だと日焼け止めとかってやはり手だけで洗ってたら絶対取れないので、もうオイルクレンジング使えば取れるんですけど多分こちらのやつをやると奥までしっかり取れてくれるので本当にありがたいです。毛穴とかの詰まりで困ってる方いたらぜひこれ使ってみるといいかもしれません。ニキビ肌の人が使うと本当に肌が改善されたっていう話もいっぱい聞くのでこれは本当におすすめです。ちょっとお値段高くて1万ちょいかなするんですけれども、買えば持つし、ブラシはもちろん衛生上買えるんですけどブラシも2000ちょっととかなので別にお金はそこまで高くならないし、とにかく買えば使えるし本当に肌にいいものなのでこれはすごくおすすめです。で2日に1回これで顔を洗ってます。たまに気になる時だけ鼻だけちょっと30秒ぐらい毎日使ったりとかっていうのもしてるんですけれども、とりあえずこれでお顔を洗ってます。でお風呂から出たらもちろんこちらのミストでとりあえず顔を先に私は拭くんですね。お風呂から出たらパッとでバーって顔にこれを振りかけてからしっかり体を拭いてっていう時間が欲しいので、これでとりあえずつなぎとして、あーちょっとつなぎとして水分を補ってます。で早速
スキンケア、夜のスキンケアもほぼライン使いですね。夜のスキンケア、まずこちら、お化粧水がキールズモイスチャライジングトナー UFT っていうものを使ってます。キールズはニューヨークのブランドで、結構皮膚科の専門医の方が開発したんだかなんだかっていう、とりあえずすごい肌に優しいブランドです。でその中でも一番保湿力のあるのがこちらになります。で基本私夜は顔がベタベタになるぐらい保湿するのが大好きで、ちょっと乾燥しやすいので頬が、なのでそうですね、これは必ず使ってます。でこれでバーってパッティングもしてしっかり入れた後、美容液がこちら、同じくキールズの、なんだこれは、ミッドナイトボタニカルコンセントレート、夜専用の美容液です。これオイルなんですけど全くベトつかない、しかもベトつかないのにぐん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 入ってくるし、 2,3 滴だけなんですね使うの。なのにすごいお肌がふっくらして、次の日全然違うんです、お肌の感じが。本当におすすめのこちら美容液ですね。で、なんだろう、15日間、とりあえず使うとお肌がとりあえずなんだろう、見違えるっていうか全く変わるみたいで、キールズの美容液の中でも一番推してる製品らしいです。すごいいいのでぜひ皆様も使ってみてください。で、あ、アイクリームは先ほど朝紹介したポール&ジョーと一緒に売ってるもので、夜用ですね、ポール&ジョートリートメントアイクリーム、こちらはジェルじゃなくてクリームタイプになってます。結構見るかな、プルプルのクリームです。でこちらは朝とは違って保湿専用なので、日中まばたきとかメイクとかで乾燥している目元をしっかりこちらで保湿してます。それでそれで上の肝心なクリームがこちら、こちらはキールズのウルトラフェイシャルクリームって言って、なんだっけ、グリーン、乾燥がすごいグリーンランドでも乾燥しないで過ごせたっていう、すんごく保湿力が高いクリームです。なのにベトつきません、全くベトつきません。すいません、これお乳なのでちょっとこんな感じです。中は無香料、うわー、やっちゃった、カーペットについちゃった、まあいいや、無香料なので別に匂いとかスキンケアとかの独特の匂いが嫌いな方にでも使っていただけるものかなと思います。本当につけ心地は軽いのにしっかりと保湿してくれるので本当におすすめです。ただ私はこれ日中使うと顔がテカるので使ってませんが、じゃん、本当におすすめですよ、何回も言ってるんですけど。でしかもすごいお値段も安いし少量ですごい伸びるので乾燥肌の方にはおすすめだと思います。でたまに週1かな、週2ぐらいにこれに加えて全スキンケアの、あ、夜のスキンケアの前にこちらを使っています。見えない、パラン、こちらはスキンフードロイヤル H マッサージジェルと言って、もう名前の通りマッサージジェルですね。で顔マッサージすることによってむくみとかなくなったり、やはり小顔効果が得られるので私は必ずマッサージをしてます。もう今日もむくみで顔パンパンなのでそろそろマッサージしなきゃと思ってます。でこちらはすごいいい香りでプルプルのジェルなので指通りもいいし、このままマッサージしてから流したり化粧水で拭き取ったりしてもいいんですけど、私は先ほども言ったようにベタベタなスキンケアが好きなので、もうこの上から直接化粧水を塗っちゃってます。でパッティングしてます。うん、これは結構おすすめですね、安いのにいっぱい入ってるので惜しみなく使えます。そんな感じかな、スキンケアは本当にいろいろ使ってるんですけど、なんか今までお気に入りのスキンケアにまだ出会ったことがなくて、今もすごいいろんなものを試していろいろ模索中なんですけれども、うん、でも結構今のも気に入ってるっちゃ気に入ってます。
特に朝はね本当にめんどくさいのでイプサは楽かなと思ってます。あとこれ、これもう大絶賛です。本当に楽ちん、これいいですよあ、ちなみに言い忘れてたんですけれども、私は普通肌です、ノーマルタイプで。ただ頬とかここフェイスラインがちょっと乾燥しやすい肌なので、もうだから夜はできるだけいっぱい保湿をして乾燥肌にならないように、普通肌でいられるように心がけています。そんな感じですかね。なのでもし皆さんもこれいいよとか、これおすすめだよとかっていうのがあったら、ぜひぜひコメントとかツイッターでもいいし、ブログの方でもいいのでコメントいただけると嬉しいです。うん、そんな感じです。今回も見てくれてありがとうございました。またコメントとかあったら下のボックスに書いてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。